ここは一旦下げてうまく抜け出した吉田、フリーだ、吉田のシュート決まった。 YACC 横浜先制です。前半の14分、一瞬の隙をつきました。吉田明雄がここでうまく裏に抜け出してという貴重な貴重な開幕3戦負けなしを目指す、さらには連勝に向けた大きな先制点です。ここでオフサイドかという迷いがあったグルージャ盛岡のディフェンスライン、まあ、この吉田オフサイドポジションには関与していませんでしたので、この隙をうまくついていきました。グルージャ盛岡はここで2試合連続で先制点を許す形。